じは言っていたように、いざ酔いの月のおぼろに、霞んだ夜に名部を訪問した。まあいいから、御殿へ行って、ただ一声でいいから、お引かせしてくれ。聞かれないで帰るのでは、あまりつまらないから、と強いて望まれて、この貴公子を取り散らかした自身の部屋へ置いていくことをすまなく思いながら、名部が神殿へ行ってみると、まだ格子を下ろさないで、梅の花の匂う庭を女王は眺めていた。良いところであると名部は心で思った。琴の声が聞かせていただけましたらと思うような夜分でございますから、部屋を出てまいりました。私はこちらへ寄せていただいてましても、いつも時間が少なくて、伺わせていただく間がないのが残念でなりません、と言うと、あなたのような批評家がいては手が出せない。御所に出ている人などに聞いてもらえる芸なものですか。こう言いながらも、すぐに女王が、ことを持ってこさせるのを見ると、名部が帰ってハッとした。源氏の聞いていることを思うからである。女王はほのかな妻音を立てていった。源氏は面白く聞いていた。大した深い芸ではないが、ことの音というものは他の楽器の持たない。異国風な声であったから、聞きにくくは思わなかった。この屋敷は非常に荒れているが、こんな寂しいところに女王の身分を持っていて、大事がられた時代の名残もないような生活をするのでは、どんなに味気ないことが多かろう。昔の小説にも、こんな背景の前によく歌人が現れてくるものだなと、源氏は思って、今から交渉のきっかけを作ろうかとも考えたが、ぶしつけに思われることが恥ずかしくて、座を立ちかねていた。名部は、才気のある女であったから、名手の息に遠い人の音楽を長く源氏に聞かせておくことは女王の損になると思った。雲が出て月が見えないがちの晩でございますわね。今夜私の方へ訪問してくださるお約束の方がございましたから、私がおりませんとわざと避けたようにも当たりますから、またゆるりと聞かせていただきます。お格子を下ろしていきましょう。名部は琴を長く弾かせないで部屋へ帰った。あれだけでは聞かせてもらいがいもない。どの程度の名手なのかわからなくてつまらない。源氏は女王に好感を持つらしく見えた。できるなら近いお座敷の方へ案内していってくれて、よそながらでも女王さんの絹ずれの音のようなものを聞かせてくれないか、と言った。名部は近づかせないで、より良い想像をさせておきたかった。それはダメでございますよ。お気の毒なお暮らしをして、めいり込んでいらっしゃる方に、男の方を
ご紹介することなどはできません。と、妙部が言うのが道理であるように、源氏も思った。男女が思いがけなく会合して、語り合うというような階級には入らない。ともかくも、貴女なんであるからと思ったのである。しかし、将来は交際ができるように、私の話をしておいてくれ。光明部に頼んでから、源氏はまた、今夜を他に約束をした人があるのか、帰って行こうとした。